がするのです。心の中は真っ赤な太陽のようである。燃えて燃え尽きるまで歌い続けるんだ。あなたとはある、近づいてくる足音は誰かの声、それとも私の声。どこにいようとも日々を手探りに生きてる。ただこのまま枯れ果てはしないと、いつも思ってた。悩み頭抱えても時は流れ、何をせず立ち止まっても時は流れ。自分は今果てして何がしたいのかな。幼い頃の夢を覚えているよ。大切に抱きしめて。Oh,
情際の悪さ筋金入りさ君も今日から
せ替え人形、ゲームにブロック。子供の頃、おもちゃ屋さんは夢のようなパラダイスでしたね。社会見学レポート R18 指定バイジェミー。おもちゃのチャチャチャ、おもちゃのチャ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 、おもちゃのチャチャチャ。セックスヘルスの社会への普及と、できるだけ多くの人々の性の悩みを解決することを理念としています。のりたけにある1号店は男性向けのグッズに特化した店舗であるのに対し、今回お邪魔した柳橋にある2号店は女性カップル向けのグッズに特化した店舗となっています。なのでお店の SNS から写真を頂戴しました。まずお店に入って右側にあるのがローションコーナーです。プレイ用、アナル用、レディースサポートなど用途別に並んでいます。初心者向け、上級者向け、ピストン型、イボイボ型、新作、人気ランキングなどの種類別になっているので、自分の用途に合わせて探しやすくなっています。こちらは女性用のセルフプレジャーアイテムのコーナーです。一見アダルトグッズとはわからないようなかわいい綺麗なデザインのものがたくさんなのではありません。こちらは今話題の月経カップです。ナプキンやタンポンに代わる生理用品として注目を集めている製品で、障害による自然性交による妊娠が困難な方のための妊活グッズです。シリンジとカテーテルを使用して精液を自分で膣内へ注入するセルフシリンジ法というもののキットです。コーナー、女性だけでなく男性のジョゾコさんにも嬉しい。サイズ展開は 5L まで、コスチュームは 3XL まで揃っています。そしてレジ横には面白グッズなどの小物がたくさん並んでいます。田形神社の豊年祭で売っているような女性器男性器を模したキャンディーもありましたよ。何も買ってこなかったのというわけですが、買い物してきました。こけしかなんか、うん、本革のアイマスクです。ジェニーは SM プレイに興味はありませんが、女王様のコスプレをしてみたくて買ってみたのですが、ちょっとあの占いのゲッターズさんみたいにしかならなかったというのはちょっと残念なところ。これからの季節、水分補給が欠かせませんね。亀甲縛りのペットボトルホルダー、ボールを縛るにもいいですね。なかなか普通に十字に縛るよりとっても丈夫でいいと思います。そして大根、このまま干して漬物にするのにいいかなと思います。痛いのでネットで調べて、一番初心者にも使いやすい8ミリ幅です。これ本日どなたか縛られてみたいという方、立候補見えますか？ね、これを股に通してこうしたら、どうだ？キュッとやって
には一回これを後ろでまた交差させて、もう一回ここ通します。さあ交差させて、覚えると案外簡単です。で最初10メートルってめっちゃ長いんじゃないかと思いましたが、こうやって縛ってみると後ろに余ってるのこれだけなんです。案外人間の体は大きいということがわかります。それで行くぞ。変わるはずのないことは知って
私が行く。この道はいつか交わるのか。嬉しい時、寂しい時、何急いでは
挨拶いたしますので、はい、レニーちゃんもすいませんね、強引に。